はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。シーズン4年目の、オープン戦第2戦目ですね。今回も新人を中心にスターティングオーダーを組んでおります。まあ、ちょっと中身の方を確認していきましょう。野手で見ればいいかな。1番カリミックスですね。ミートが高くてチャンスに強い選手になってます。2番ローズ、まあ、ローズはね、既存選手で、まあ、守備をお任せしましょうと。で3番カラスマスクですね。まあ、安定的に能力の高い選手と。で、4番英国紳士で、5番がみなぎちゃん。あれ、英国紳士ファーストのみなぎが DH になってるな。これ変えた方がいいよね。だって英国紳士肩1守備28で、みなぎは肩 F の守備 E だから、これ DH をやっぱり英国紳士にしてみなぎちゃんにファーストを任せましょう。で3番がズラですね。ズラはミートが C やって阿部日持っててチャンスも強いですと。で、明治君は特能盛りだくさん、勝負し持ちですね。で、8番サンデー毛利にまた守備をお任せして、9番コッチヤで球界の頭脳ですね。8番9番のね、まあ打線がちょっとチャンスに弱く左にも弱くっていう感じで、ここがちょっと厳しいんですけれども、上位打線で、まあ、点を取っていければと思ってます。で、先発は宮内くんにお任せして、球速141、コントロール76、スタミナ81、奪三振持ちのこれ普通にね強いと思うんだよね。変化球をあと1球種覚えさせればエースに育て上げられるな。絶対的エースの不在ですからね今は。で相手は巨人になりまして、先発は菅野ですね。じゃあ試合の方やっていきましょう。まあ、こっちはね調子も全然悪くないんでいい戦いはできると思うんですけどね。前回はねちょっとサクセスチームだったんでね、ペナントレースに向けた大事なオープン戦となります。やっぱり相手が強すぎたっていうところもあって、あ、そう、今日は観戦試合になってます。観戦試合に、これだと変化球何投げたんだか分かんねえな。ドロップカーブか。1番藤村、足 S あるんだ。おー、いいね。内野安打バント、完全な1番バッターだな。しかも左か。いいね。第4球を投げました。おお、まあ、立ち上がりは上々だな。まあ、ピッチャーはねいつもの宮内くんなんで、これで、おお、待った、どこまで行っちゃった。カラスマスまで来たか。ツーアウトになってんな。投げました。菅野って負けんなんて持ってるんだ。まずは決めてきました。投球これから2球目。塁を貯められなかったってなると危ない球、ちょっと辛いよな。投球は3球目。これで打ってくれて英国紳士に回らないね。取りました。これで3。次は4番からか。パワフル3。2回の表これからジャイアンツの攻撃が入ります。これがゼロになった瞬間止めればいいのかな。おっ、OK。うん、いいね。英国紳士。バッター、ロマンあふれる長距離砲、栄心。え、菅野めちゃくちゃ強くない ?155キロ、コントロール S、スタミナ S なんだ。フォークボール見送ってストライク。あ、それでも勝てないから負け運がついてんだね、多分。追い込んで。こういうのってピッチャーちょっと悲しいですよね。自分の実力はあるけど、なんか打ってくれないとかさ。第4球なんか負けちゃうっていうの。投げました。でもプロ野球はねやっぱり結果が全てですからね。これでワンアウト。学校とはいえダメだったか。まあ、みなぎも一発に期待できるんで。外れました。第2球投げた。低めのシュートか。完全なボール球。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、ストライク。これがストライクなんだかボールなんだか、これだと全然わかんねえな。第4球を高めとど投げた、打ちました。ライト前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ズラ。第9なんか口なんだ、ヒゲなのかよくわかんないのがついてんな。センターへの打球、取ってアウト。あれ、抑え込まれてんな完全に。パワフル三者凡退に打ち取られました。そうだよね、ヒット0本だもん。相手の立ち上がりもかなりいいね。ポイッと
0対0で迎える3回です。バッターはモーリー。あれワンアウトになってる。キレのある変化球、まあ、サンデーモーリーとコッチアは投げた。打撃には期待できないから回しちゃおうかな。で結局三者凡退だった。0対0で迎える4回です。宮内くんがこれで抑えてくれればいいね。いい勝負だね。ただ投手戦だ今日は。でスリーアウトになります。ジャイアンツわずか3人で攻撃が終わりました。4回の表が終わって0対0。ジャイアンツこの回も得点を上げ、おーすごいすごいすごい。さてカリミックス頼むぞ。おこれはあファウルか。全然切れてんな。投げました。ボール一球外してきました。まあ、1番でチャンスになるっていうと投げました。そうか前に膝元厳しいところ人が出てない可能性が結構高いからチャンスメーカーとかだったらよかったかもしれないですね。まあ、でも下位打線の人たちが出てくれて、まあ、1番で回って打ってくれるっていうのも全然ありですからね。ミートが高いんでほらこれ初ヒットもしやようやく。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。そうだよね、ここで走れればなおいいんだけど。バッターはカリミックスちゃんは走れる選手じゃないんで。おきっちり送ってくる。もうバントやめるんか1回で揺さぶりか。おまたバントの構え。肩越しにランナー見た。第3球をカリミックス監督の采配はおい追い込んでから投げました。ストレートはボール。結局追い込まれてるかな。第5球投げた。ああ空振り三振。左バッターボックスは3番カラスマ。球速やっぱ155とかあると早いよな球が。第2球投げた。ストライク。おーいいとこだね。カラスマスクはな特殊能力はちょっとレーザービームしかないから。さあ4球目基礎能力でなんとか。おおいいねいいねいいね。これ3塁までは全然いけねえや。ボールは中継。カラスマいいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。さてここで1点もぎ取ってくれよ。まあ1点とは言わず3点でもいいんだけどね、うん、まずは様子を見て。バット振ってるとすげえなんか打つ気な。おほら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 これハマったんじゃん。ハマったね。完全ハマったね。さすがだ。理想の形だ今回。ここは踏ん張れませんでした。オッケー。身長差を変えてしまったか。これが菅野の負け運たるゆえんか。かわいそうだけど。あー降板したね。今日2人目のピッチャーとして登板です。宮城は5番みなぎ。ここで宮城がね1本出してくれればもうダメ押しっていう感じになるんだけど。初球空振り。ピッチャーが変わってほしいのはまずアウト投げましたで言ってました。これで追い込みました。ダイヤのエースで。ただな2球で追い込まれてるからな。遊び球はいらないって感じか。うおお遊び球はいらない。やられたな。ズラがただ燃えている。あそうか今チームがノリノリになってるんだ。さすがだよな英国紳士。ムードも良くしてくれるっていう。うおーただすっげー攻めてくんな。宮国一発病持ってるからね。追い込んでここぞっていう時に投げました全然ダメだ。全然シャットアウトされたわ。4回の裏が終わりまして3対0パワフル。ここ5回の表これからジャイアンツの攻撃で、うちの宮内くんはまだ頑張ってくれるはずなんで。最初のバッターボックスはライアゴロに倒れています。よしいいねいいね。ヒット2本に抑えてるよ。強いよやっぱり。リードで迎える5回です。バッターはモーリー。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ミート F パワー G だからね。第2球あれそういやワンアウトになってるな。この打ちました。打球は三遊間へ。ストップするタイミングがなかなか難しいね。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは9番コチア。コチア。打席だけはかっこいいな。初球スライダー空振り。こんな構えでさ本当に打てんのっていう。初球空振りから。なんか抜刀術みたいなさ構えしてるけど。追い込んでから。宮国はでも左に弱いのか。投げた。おレフトへ行った。これはおおいいねいいねいいね。ヒットになった。
そう、ここで1番に回ってチャンス、あ、でも1塁だからチャンスが発動しないんだ。まあ、ミート B の力を見せてくれれば。ツーアウトから、ツーアウトから、ツーストライクから、ツーストライクから激励していかないとね。これは、うん、なんとか粘ってるね。あー、ミヤクにいいね、強いよ、完全に抑えられてる。ゲームはこれから後半、まあ、うちの宮内くんも強いけど、強い割にはちょっと活躍をお見せできなくて申し訳ないけど、今どういう状況？ワンアウト、ツーアウト、あ、早い早い早い、1点取られた、1点取られて1塁3塁か。もう一回ちょっと、よし、これでいいんじゃない？で、2番ローズね、よしよし、オッケーオッケー。今日はセカンドゴロと三振。お、これは、あー、上がりすぎたか。掴みました。これでワンアウト、ランナーはいません。リリーフが変わった。スタミナが切れたかな。今日3人目のピッチャーとして登板です。トネかな、トネ。左バッターボックスは今日3打席目。てか全然セリーグとかマジで選手知らないんでてかまあパリーグも選手知らないんですけど第2球、まあ、やってるチームでちょっとずつは覚えてきたんですけど、セリーグはもう基本戦わないんで、オープン戦とかしか全然覚えらんないですね。第4球を投げました。打った、流し打ち、切れていきます、ファール。追い込まれてからの、おお、これは四球か、見てもいいよ。だから第6球を投げた、打ちました。お、お、いいねいいねいいね。カラスマ、いいバッティングを見せました。いいバッティングだったか。ロマン溢れる超気泡、いまいちちょっと分かんない、そういうのは。初球空振り、パワー非合格。英国紳士、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。あれ、カラスマカウントはワンボールワンストライクです。足速いんだっけ。ファーストランナーをチラッと見て第3球を投げた。3球目、おー、いいとこに決まんね。追い込んでいます。ここで点を取れればめちゃくちゃでかい。2点差はねちょっと不安だ。おお、これだよ、これマジ強いわ。そうだな、うちのチームもう主砲は完全に英国紳士に任せて、あとはね絶対的エースがいれば価値が増えていくんだけどね。いや、こいつ異常だわマジで。ほんと強えわ。いいね、球が青空を舞っていく。こんなさ、学校でさ、オープン戦やってくれるんだったらさ、学校の生徒たちもかなり嬉しいよね。まあ、普通に試合もやってんだけどさ、普通の試合はちょっと迷惑かもしれないけど、オープン戦とかだったらね、かなり嬉しいよね。ファンサービスにはもってこいじゃん。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番勝田、今日はセンターフライと。まあ、ここはちょっとしょうがないかな。第2球投げました。ボール、インコース高め。あ、ズラでもパワーヒッターも持ってるんだ。まあ、パワー D やればうまくいけば持ってきますからね。タイミング合いません。次が4球目、投げました、打ちました。これはライトフライ、スリーアウトチェンジ。中盤までいいね、いいね。5対1、パワフル、リードを4点としています。今年はめちゃくちゃ期待できそうだ。先頭バッターは太田。だからやっぱり鬼門はサクセスチームなんだな。おなごなご、超低めストライク、チェンジアップチェンジアップ超かっこいいんだけど。あ、リリーフになってる、いつの間にか。おお、すげえ、71キロって超スローボールじゃん。第3球を投げました。ただ速球が126キロしかないんだ。てかさ、これさ、なんか学生のピッチングだよね。71キロと126キロっていう、コントロールがいいからね、緩急もついてるし、球速が遅くても一番遅い球速、チェンジアップが71キロなんで、要は最速の差と最地の差、一番遅い球速の差が50キロくらいあるんで、まあ、それを生かすっていう、緩急を生かすですよね、マジで。これまたあのミスフルでやってたんですけど、最地が、うお、打たれた。解説してるところで打たれたよ。なんだっけ、最速が最地を生かすみたいな、なんかそんなこと言ってたよね。あれ誰だっけ、なんか
なんとかっすよみたいな人が言ってた。アンダースローにした人っすよね、最終的に。ミスフルとかもう懐かしすぎて全然人の名前とか覚えてないな。今日はセカンドフライと三振。投げた。ボール。まあ、ここはお任せするか。ちょっと打たれちゃったけどね。よし、1点に抑えた。ナイスナイス。パワフルリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でモーリー。いいねいいねいいね。ピッチャーの右へ転がした。藤村取ってアウト。え、誰今ルイに出てたの？ルイに進みました。ワンアウトランナー2塁。ちょっと待ってちょっと待って。それ見たい。ルイに出てるのを見るのはどうやって見ればいいんだ。スコア。代打ダイソーは送れないから、もう分からん。1球目空振りから打ちました。ファール。追い込んでチャンス B か。打った。あー、これは上がっちゃったか。ファールグラウンドキャッチしています。さて、でもここでもチャンスに強いストライク。カリミックス頼む。長打が出れば1点追加だからな。おお、攻めるね。第3球を投げました。流し打ち。どうだ。でもこれはいいんじゃん。これはヒットになります。カリン、ナイスバッティングです。ジャイアンツ足が速ければな。ああいうのでももしかしたら突っ込んでくれるかもしれないけど。見送ってボール。パーソナルナをチラッと見て。だからここなんだよね。まあただ上位打線だから期待はできるけど、ローズはね、どっちかっていうとミートディーパワー E だからね、守備寄りの選手なんで。カウントは2ボール1ストライク。チャンスのマイナスを持ってないだけ全然いいんだけどさ。レフト方向へ。そうだね、こういうところで。これでスリーアウトに余裕があれば。一塁三塁残塁。犠牲フライにもなったんだけど、まあただ3点差、あと8回と9回。なんとか行ってくれれば。あ、変わった。ジャイアンツ、この回はクリーンナップからの。守備要員にしてきたか。バッターは3番橋本。今日はここまで3打数1安打。まあ、あとリリーフがなんとか。この緩急を生かして。投げました。おお、確かに超打ちづらそうではあるよな。ちょっと正面から、なんていうの、そのキャッチャー目線から見てみたかったな。こうどう軌道が。変化球はボール。なんかすげえ落っこってる気もするんだけど。ナックル系なのかな。もうカウントはちょっと入らないね、ストレートが。ストレートじゃねえ、ストライクが。コントロールはね、高めに設定してあるけど。ボールの扱いが難しいんだな。ナックルボーラーはね、ちょっとコントローラーが定まらないと厳しいからね。あー、入れられた。5点入れられた。5点じゃねえや、5対5になったわ。同点で迎える8回です。スピードスター。ワンアウトランナー1塁という場面でスター。第2球。やっぱり課題は中継ぎ陣か。まだカウントは1ボール1ストライクです。第3球。宮内くん、もうちょっと投げさせてもよかったと思うけど、まあオープン戦だからね。追い込んでから第4球を。中継ぎの調子も見ていくっていう感じかな。一塁送球アウト。ジャイアンツピンチを迎えます。さあ、ここでおじさん頼むぞ。おじさんはね、アベレージヒッターを持っているからね、打ってくれそうな予感はするんだけど、パワーも悪くないしね。さあ、その投げた低めの変化球ボール。カウントは渋い顔を生かして。投球これから4球目。決まってストライク。タイミング合いません。第5球投げました。流し打ち。粘るね粘るね。切れていきます。ファール。投げました。おこれは。打ちました。いい当たり。ボール払いで。でもちょっと正面に行ってしまったか。得点圏にランナーを送りましたが勝ち越しはなりませんでした。さて、今誰が出てる。最終回バッター東の鉄砲型小林。うさぎちゃんもちょっとな。ちょっと怖いんだよな。ファールボール。うさぎちゃんでも強くなったからね。投げましたストライク。よし、負け運シュート回転軽い球って。不安要素しかないんだけど、こっから見ると。投げました。危ない球。怖いな。一発持ってかれそうだな本当に。次は4球目。投げました。ほら出た。あの球ね、マジ信用できないんだよね。あー、サンデーモーリーの守備力を持ってってもあれは取れなかったか。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。うまく間に落ちたな。
さて勝ち越しが出ちゃったけど、ちょっとここは頑張ってもらおうか。よしナイスだ。さて9回の裏、8番バッターからか、ちょっと厳しいな。8番9番でどっちか塁に出てくれないと、っていうかワンアウトになってるから7番バッターだったのか。あれオープン戦って延長あるんだっけ、なんかなさそうな気がしたな。ってことはこっちやくんで終わりか。いぶし銀なんて思ってんだ。第2球投げた、決まってストライク。うん、追い込まれてんね。第3球を、ここでなんか代打とか出してもよかったんじゃないか。結構上がったな。取りました、試合終了です。あー、やっぱり延長はないですね。まあ5対5、ご覧いただきました一戦は5対5、ちょっと中継ぎかな。やっぱり実況は私、打たれたの、これは見てないと多分ハイライト出ないよね。やっぱりね、英国紳士だよね。めっちゃ強いわ。先制スリーランホームランで、また英国紳士、英国紳士確かミートもね今回上げたんで、また今季大暴れしてくれそうな予感がしますね。これは、まあ、かなりいい収穫のあったオープン戦だったとは思います。高谷くんが打たれて、であとはおじさんを外野フライに打ち取ると。これハイライトで来るんだ。あ、で戻りましたね。英国紳士、英国紳士で相手の村田にソロが出てますと。これ成績の投手とかで見ればいいのかな。失点ですね。ああ、やっぱりちょっと中継ぎだな。高谷くんがちょっと打たれちゃいましたね。これ見ても全然わかんないんだけど。九州オリジナル。ほんほんほん、すげえな、こんなデータまで出てくんだ。ペッペッペと。あれ、どうすればいいんだ、これでいけばいいのか。ヒット9本の相手が、こっちがヒット8本で、そのうち英国紳士が2本打ってんのか。お、ファンが1950人も増えた。てかファンめっちゃ増えてんな、42万人もいるんだこんなチームに。おわ、おいおいおい、ちょっとこれを補強してから終わりにしよう。結構みんな上がったな、みんな上がったなって言っても、あ、高橋系の補給が D になってんね。補給は D やれば十分でしょう。あと練習も見直さないといけないのか。あれ、オープン戦ってまだ続くの。オープン戦って3回あるんだっけ。じゃあちょっと次も、次はじゃあベストメンバーでいきますか。1回戦目と2回戦目はちょっと新人を中心に組んだんですけど、オープン戦の最終戦は、もう全員の能力を加味してベストオーダーで組んでいきます。でその前にまずちょっとやらないといけないのが、アイテムじゃなくて、ペナントショップで、ま、これを買うと。あとそういえば選手覚醒させるって言ってたよね。誰だっけ。これ見直さないと分かんねえな。誰覚醒させるって言ってたっけ、分からん。なのでこれは次に回しましょう。回しましょうって言って大体忘れっからね、このパターン多いよな。であと何するんだっけ。あ、そうかそうか、采配とか練習メニューはまあ決めておいてっていうところですね。はい、というわけで、じゃあ、第2戦のオープン戦、まあ結構実りのある戦いだったと思います。じゃあ次回は、ベストオーダーでオープン戦の、多分これ最終でしょ、さすがに、最終のオープン戦をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。